どうもクロスロードラボです、このコーナーでは何の前触れもなく視聴者様から届いた荷物を開封して紹介して試飲までしてしまうというコーナーです。はい、今日はですね、結構量が多いです。それはなぜかというとちょっと番外編ということでですね、普段は荷物が送られてきたものを紹介してるんですけど、今日はですね直接いただいたものを紹介していこうと思います。はい、そしてですね、量が結構あるのでやれるとこまで紹介していこうと思います。はい、はい、まず一番最初にスタンダードなものです。バランタイン17年。はい、これはね結構こう年代を感じる、バランタインですけども、これね年代としてはね、まず容量がね 750ml っていうところ、ここね、はい、これでですね、まあ、80年代後半からかなっていう感じですね。そしてウイスキー特級っていう表示がないんですが、これもしかしたら海外でね出回ってたものかもしれません。日本で出回ったものだったら、この年代だったらここにウイスキーって書いてあるはずなんですよね、日本語で。で、まあ、キャップのこのラベルの斜めの文字からして、まあ、新しいですよね、比較的。で、割と古いバランタインを見分けるときに、この青旗ね、旗が青、青じゃないですか。ここがね、青、赤とかなってると、70年代の前半から後期にかけてだったりします。ここが全部ね、赤いラインだけの紋章だったら60年代ですね。70年代の後半から80年代前半にかけてはですね、こういうラベルだったりします。はい、こちら日本で出回ったもので特級表示もありますね、ちゃんと。こちら特級表示ないですけど、裏のラベルがねこれ多分剥がれちゃってるんでしょうね。なので日本で出回ったものなのか海外で出回ったものなのか分かりません。まあ、それぐらいかな。こちらはちなみに 760ml です。はい、80年代の前半までは 760ml だと思います。でキャップシールがちょっと違いますよね、ここね。はい、キャップシールのロゴも違います、色も違いますね。で一つ前、最近のね、バランタイン17年といったらこういう感じ、ちょっと前まで見慣れた感じですよね。バランタイン17年ね1本動画作ってるので、興味ある方ぜひ見てみてください。現行品はこういう感じです。背がねだんだん高くなっていってます。これは一緒かな。昔はねこの70年代のバランタイン17年も結構状態のいいもの手に入ったんですけど、最近はね状態のいいものが全く手に入らないので、うちには今一番古くてこれしかないですね。うん、でこれ早速開けていこうと思います。古いねバランタインは美味しいんですよね。バランタイン12年もね古いやつ美味しいですよ、すごい。そしてね、流通量が圧倒的に多いので見つけやすいっていうところがね、最近ね60年代70年代のバランタイン結構あのネットとかでも見ますけど、やっぱあんまり状態良くないですね。安いものは、状態いいものはすごい高くなっちゃってあんまり入手ができない。すごいキャップシールも状態がいいですね。ここがねボロボロ中が崩れ落ちる場合も結構あるんですよね。うん、状態が悪いと綺麗です。それでは早速1杯目いただきたいと思います。はい、ラベルはちょっと汚いですけどね、なんかヴィンテージ感あっていいですね。久しぶりのバランタイン17年、80年代から90年代にかけてかな。うん、うん、安定のバランタイン17年、いただきます。あ、結構辛い。でもその後にね甘みがブワーッと広がってね、バランタイン17年ですね。若々しさはあるんですけどね、うん、比較的。バランタイン17年はねロックとかね、個人的にハイボールが美味しいですね。こういうオールドのね、ボトル、ブレンデッドウイスキー特にねはハイボールがねすごい美味しいと思います。まあ値段もねそんなに高くないということもあってね、
オールドボトル入門にはねもってこいなんですね。このバランタインとジョニーウォーカーね、流通量がなんせ多いんでね、手に入りやすいです。そして安くね、下手したらね、あの現行のバランタイン17年より安く手に入りますよ、うん、だからちょっとこうヤフオクとかフリマアプリね、フリマアプリとか、まあ、最新出品のもの見ていいもの出てきたらパッと落としちゃうっていうね、うん、それでもいいと思いますし、はい、ちょっとこれを飲みながらいろいろ喋っていきたいと思います。いただきます。うん、おいしい、いいですね。このバランタイン17年って実はね、発売がね、角瓶、サントリーの角瓶と同い年なんですよね、うん、1937年って言ってね、まあ角瓶は昔はあのサントリーウイスキー12年って名前でしたけど、こちらもね、2代目の、うん、バレンタインのブレンダー、マスターブレンダーのジョージ・ロバートソンっていう方が、作りました。で、1950年代の終わりぐらいからマスターブレンダーの中では超有名なね、3代目の、ジャック・ガウディっていう方がマスターブレンダーに就任しているので、90年代半ばぐらいまでのバランタインは全部ジャック・ガウディさんが、マスターブレンダーとして監修していると思います。はい、まあその次のね、ロバート・ヒックスさんとか今のサンディ・ヒスロップさんも90年代、前半とかにはいたはずなので、最後に味を決めてたのは誰かわからないですけど、多分このジャック・ガウディさんが担当してたんじゃないかなと思いますね。2005年か6年ぐらいからサンディ・ヒスロップさんなので、バランタインみたくこう伝統あるメーカーはね、ブレンダーを意識して飲むっていうのも面白いですね。同じ銘柄でもブレンダーが変わりますからね。このジャック・ガウディさんね、すごいところがいろいろあってね、ある日こうブレンドするためにね、いろいろ原種をチェックするじゃないですか。その中になんか金属の匂いがするからこれは使えないっていう原種があったんですって。ブレンデッドウイスキーですからね、製造してる場所は各蒸留所じゃないですか。その金属の匂いのする原種を作った蒸留所に問い合わせてみると、マッシュタンって、まあ桶ですよね、そこを掃除するときに、でっかい桶ね、そこを掃除するときに使ったはしごのパーツがね、マッシュタンの中にね入ってたんですって。そのパーツの金属から金属臭がその原種に移ったっていうことだったみたいなんですよね。もうね、犬より優れてる鼻を持つって言われてたみたいです。あとはね、蒸留所の近くには自生してるはずのないね、桜草の香りがするから、この原種は使えないみたいなことになったらしいんですけど、その蒸留所の周りにはね、桜草がないわけですよ。でもその桜草の香りのする原種を作った蒸留所のね、近くに川ありますから、川の上流の方に行ったらね、なんと自然保護団体が桜草を植えてたんですって。もうそれぐらいね、もう本当都市伝説みたいな話ですよね。本当びっくりするような話が残ってます。まあ3代目も4代目も、うん、いろいろ残ってますね。今5代目ですから、サンディ・ヒスロップさんね。バランタイン17年ね、ぜひね、興味ある方はね、本当にあのオールドボトル、試してみてもらいたいなと思いますし、結構ねバーにもあります、このバランタインとかね、ジョニーウォーカーのオールドボトルはね。シングルモルトしか置いてないようなバーでも、こういう9ボトルは置いてあったりねするところはありますね。表に出てないけどちょっと隠して置いてあるところとかね、まあ、現行の17年も美味しいですけどね。あとはまあ偶然見つけるようなことはありますよ。90年代ぐらいのね、バランタイン17年だったら未だに残ってるような、酒屋さんとかもしかしたらあるかもしれないですよね、うん、続いて同じ方からいただいたんですが、クイーンアン、はい、これもねブレンデッドウイスキーです。まあ、懐かしいと思う方もいらっしゃると思いますけど、これは70年代流通のものだと思います。特急表示があって、容量はですね 760ml で重課税率適用なので、まあそうですね、70年代流通のものじゃないかと思いますが、全然ね瓶が変わってその後ね、また流通とかしてますので、飲んだことある人もいるんじゃないかなと思います。
こちらをちょっとストレートでね、今回ちょっと量が多いのでね、丁寧に一本一本っていう感じではないです。はい、ちょっとねまとめて紹介していかないとさすがにね追いつかなくなってきました。はい、ちょっとこのバランタイン17年はチェイサーということで、お、結構甘ったるい匂いですね。昔このクイーンアワー飲んだことありますけど、もう記憶の彼方。お、すごい甘ったるい匂いしますね。なんかね、大麦のモルトのね甘い香りがします。こんなにモルトの香りのするブレンデッドウイスキーあるかなっていうぐらい。いただきます。すごい、アルコールのね刺激っていうのが全然ないですね。うん、余韻がちょっと辛いかなっていう部分ありますけど、ドライなね部分ありますけど、香りはね本当麦焼酎かなっていうような、大麦酒というかネガティブな感じではないんですよ決して。飲むとね甘いウイスキーですね。うん、甘いブレンデッド。クイーンアンはキーモルトは何かな。クイーンアンってね17世紀とかの、スコットランドとかイギリスとか、アイルランドの、ね、女王のことです。はい、ウィキペディアとかにも出てきますよ。あー、なるほど。ロングモーンとか、ベンリアック、グレンリベット、グレングラント、まあスペイサイドですよね。結構有名どころばっかりです。あ、サムシングスペシャルの、兄弟銘柄で、上位版がサムシングスペシャルなんですって。サムシングスペシャルって何っていう方いらっしゃると思いますけど、ちょっと持ってきます。はい、こちらサムシングスペシャル。あんまりね僕はこのボトルの形が好きじゃないんですけど、味はね結構好きです。はい、1793年、こちらも1793年。なるほどね、そうなんですね。これもちょっと炭酸でいただいていこうと思います。この古いブレンデッドウイスキーをハイボールにするっていうのは僕すごい好きで積極的にハイボールにして飲んでいきたいんですが、本当ちょっと雑に作ってますが、丁寧に作ってるやつを見てください。もうちょっと入れてもいいかな。これはちょっと独特ですね。本当香りも甘さもねすごいですし、まろやかです。すごい、いただきます。美味しい、なんかスペイサイドって感じしますね。かなりね甘みがあるので、このハイボールにしてもねしっかりと甘みが出てね、17年、このバランタイン17年が結構あっさりに感じてくるようなね甘みです。そして結構ね熟したリンゴみたいなこう香りとフレーバーがね余韻に来ますね。うん、美味しい。クイーンアン、これはちょっと見つけたら買ってみてもいいんじゃないかなと思いますよ。うん、見つけても多分めちゃめちゃ安いですから、絶対。サムシングスペシャルもね美味しいですから、はい、置いてあるとこあるかな、これ飲み屋さんとかで。僕はね好きで割と見つけたら買ったりとかね、する時があります。はい、メニューに確か載せてたか載せてなかったかはちょっと覚えてないんですけど、はい、これね持ってきてくれた方はね、このクイーンアンが自分が好きで、持ってきてくれたんですよね。ありがとうございます。はい、ではですね次にちょっと休憩ということで、このロイズのねチョコレートいただいたんですよ、レミーマルタン。このロイズのチョコはポートシャーロットね、とかのコラボチョコ作ってるんですけど、これはね、ポートシャーロットもそうですし、ブルックラディね蒸留所を所有している、
レミー・コアントロー社の、製品ですね。レミー・マルタンっていうのはね。だからポートシャーロットもこのレミー・マルタンもレミー・コアントローとの、ロイズコラボ商品ということになります。このシリーズ美味しいんですよね。これ食べたことないんですよ僕は。このレミー・マルタンバージョンね、生チョコです。ちなみに北海道といえばロイズ、空港とかでもねロイズ買えますから、千歳空港とかもね、ロイズのねチョコレート作ってる模様がね見えますよ、うん、機械が動いてる感じね。美味しそうでしょこれ。一応読んでみましょう。フィーヌシャンパーニュコニャックの最上級レミーマルタン XO とカカオ感豊かなチョコレートを合わせた生チョコレート、レミーマルタン XO の芳醇で複雑な香りがゆっくりと広がり、カカオの風味と溶け合う。穏やかに香る洗練された味わいと滑らかな余韻、カカオとの調和をお楽しみくださいということで、いただきます。うん、美味しい。単純にね超美味しいです。なんですかね、ちょっとコクなんですかね。通常のこのロイズのチョコレートと比べたいんですが、ポートシャーロットと、ロイズのコラボ商品はね別の動画でちょっとレビューしてるんですよ。バレンタインの前だから2月、今年の2月ぐらいかな、2月か1月ぐらいにやってるんですけど、ポートシャーロットは結構ピートが効いてるのでね、このチョコレートを食べた時にピートがすごい結構香るんですよ。でもこっちはブランデーですからね、やっぱりブランデーのね甘みコクが融合されてるんでしょうね。このね食べただけでね、あブランデーがっていう感じではないです。はい、すごい調和が取れてるんでしょうね。ちょっとあんまり食べないでひたすら飲み続けると酔っ払ってくるので、ちょっとこれをつまみながら次のプレゼントに行ってみたいと思います。はい、次はですね、ちゃんとこう、袋に入れてきてくれたんですが、ちょっともらった方バラバラで、まとめて紹介っていう感じではないんですよ。例えば A の方がロイズのチョコとこちらの荷物だったりとか、あとはバランタイン17年とクイーンアンは同じ方だったりとか、あとねまだ日本酒とかもあるので、それはまたバランタイン17年の方だったりとか、結構、バラバラに紹介しているので、手紙がある人は手紙を読みます。はい、次の方はですね手紙があります。はい、まずこちら、角瓶の復刻ですね。復刻角瓶、そしてね次がねもう見えちゃってるんですけど、はい、出たーっていう水神ロイヤル、あの会社のウイスキーです。これもね一度このチャンネルでね紹介したことあるんですよ。で手紙を読みます。いきなりお渡しして申し訳ございません、さて2月に伺った際、友人が早手をマスターにお渡ししていたのですが、家に戻った後に自分も何か持っていけばよかったと後悔したため、いくつか動画のネタにしていただけそうなものを探しておりました。あ、そうなんです。早手ってねウイスキー、ファミリーマート限定のウイスキーかな、それいただいて動画にしたんですけど、その早手を持ってきてくれた方のご友人なんですよね。はい、この時はね、一人でねいらっしゃったんですけど、そしてなんとか、仕事でこちらに行く機会を得られましたので、それをお持ちした次第です。内容としては以前動画で紹介されていた水神ロイヤルと、角瓶販売開始当初の味を再現しているらしい、サントリー角瓶復刻版、デパートで見かけてとても美味しそうだったロイズ生チョコレートレミーマルタン XO です。マスターの動画では比較的買いやすい価格のスコッチや日課のウイスキーがよく紹介されているイメージがありましたので、あえてそれ以外で買いやすい価格&ちょっと珍しいウイスキーとして、すすきのの酒屋さんで売っていた蒸気2本を選んでみました。へえ、これからのお店と YouTube チャンネルのご繁盛
ご繁栄を祈っております。 PS 狩猟の動画、とても興味深いので編集と大変ではあると思いますが、これからもたくさんアップしていただけるととても嬉しいですとのことです。はい、ありがとうございます。そうなんですね、ロイズチョコは、この方からいただいた、先に手紙読めばよかったんですよね。ありがとうございます。ちょっとね紹介遅くなっちゃいましたね、こちらの方は。でさっきねちょうど角瓶のね話してたじゃないですか。バランタイン17年は、こちらね角瓶と同じ年に発売したっていう、ね、まあ紹介する内容してたのでね、うん、ちょうどいいなとは思ったんですけど、もう一個ちょっとロイズのチョコを食べます。こんなのまだ売ってたんですね。ススキノで買ったって言いますけど、いつでしたっけ、5、6年前ですよねこれ発売したのね。うん、角瓶はねやっぱりサントリーのね、むしろ初期のことぶき屋を支えた一本でもありますよね。まあ今のこのハイボールブームの火付け役でもありますよね。やっぱり一回なくなりましたもんね、角瓶ね、全然手に入んなくて、そして値上がりして再登場しましたけどね。あ、芳醇とは言えないですが結構アルコール感の強い感じです。今チョコ食べちゃいましたからね、ちょっと甘みを感じれるとかどうか分かんないですけど、いただきます。うん、案の定ちょっと辛みしか感じないですけど、少しちょっと口直し。当時ねこの1937年って言ったら第二次世界大戦の前じゃないですか。なんかねもうこれが失敗したら寿屋は倒産しかないという状況までね追い込まれてたみたいですね。1937年ってね日中戦争が始まった年でもあります。うん、おいいですね、甘っ。うん、モルト比率高いんですかね。当時はさっきも言いましたけどサントリーウイスキー12年という名前で発売してたので12年以上の熟成の原酒がね使われてたんだと思いますが、これもそうなのかな。まあ、それは一言も書いてないですが、ちゃんとね当時のデザインを、まあ、100% 一緒ではないらしいんですけどコピーしてというかね作ってあって、ここにねちゃんと寿屋って書いてあるんですよ。サントリーの前の名前ですよね、社名ですね、寿屋。1964年に、サントリーという名前に、サントリー株式会社という名前に変更しています、社名をね。で1939年から第二次世界大戦ですから、戦時中ってねやっぱりお酒って売れないじゃないですか基本的に。でもねサントリーは日本海軍にねこの自分たちの商品を売り込んで、この角瓶がね日本海軍指定品になったっていうところで生き残ったみたいですね。うん、美味しい、やっぱ復刻版角瓶美味しいですね。うん、これが最近まだ売ってたっていうんですから残ってるところあるかもしれないですね。これもちょっとハイボールにしたいです。はい、これのねハイボール美味しかった記憶があるんですよ。あんまりねこう店で扱わない価格帯のものは普段飲む機会って少ないんですけど、これはね飲みました。はい、ちょっと話題になったというかね。しっかりねボディもね結構重めというか軽くないんですよね全然。度数がちょっとあれなのかな、あーやっぱり 43% あります。今のね現行の、角瓶は40度ですね。うん、今日は雑に作ってます。はい、何回も言っとかないとね。うん、いただきます。あー美味しい。チョコ食べたからなのか分かんないですけど若干酸味を感じますけどね。うん、それがなんかちょっとアクセントになって美味しいです。
なんかこれを作る時に当時の角瓶をねテイスティングしてちゃんと再現したって言ってましたけど、元になってるものってまだあるんですね。瓶詰めされたものですよね、うん、この復刻版もね1000円台だったはずなので、1000円台で見つけたらこれは買いだと思います、個人的には、うん、特にたくさんこう角瓶今まで飲んできた方だったりとかはこれ飲んだらびっくりするんじゃないかなと思いますね。そして次です。次はいよいよ水神ロイヤル。これはね、何でしたっけ、恵比寿、薩摩恵比寿堂、鹿児島県の会社です。そちらで出してる販売しているウイスキーなんですけど、作ってるのはね、あの南アルプスワイン&ビバレッジです。はい、まあ、ですがこの水神ロイヤルってね、これブレンデッドウイスキーなんですけど、これの上シングルモルトになってくると、松井酒造で作っています、倉吉のね、松井酒造、このねブレンデッドウイスキーだけ南アルプスワイン&ビバレッジで作っていますね。でちなみにこれは、原材料がモルト、グレーン、スピリッツです。はい、だからモルトとグレーンの比率がどれぐらい入ってるのかは分かりませんが、ちょっと飲んでみたいと思います。アルコール度数はね 40%、どうでしょうか。香りはね、ほぼしないんですけど、まあ鼻を入れてねぐっと吸い込むと若干こうフローラルな香りがしますね。いただきます。あ、思いのほか甘いですね、だけど結構アルコール感が強いです。今まで結構こうウイスキーを何杯も飲んできて、このアルコール感の感じ方っていうのはねかなりですね、ちょっと苦味とアルコール感が余韻にずっと残るので、個人的にはねちょっとイマイチかなとは思いますけど、はい、値段が結構高いんですよね。3800円、みたいなのでどうでしょうか。これはね多分僕は炭酸で割るとちょっと厳しいんじゃないかなと思うので、水割りかなとは思うんですよね。ちょっとまろやかにした方がいいんじゃないかなって、水で割ると結構まろやかになるウイスキーが多いので、ちょっと少し水少なめ、ウイスキー少なめで調節しながら飲んでいきたいと思います。苦い、水割りじゃなかったかな、でもこれ冷やすと苦味がすごい出るタイプなので、これならまだストレートの方が良かったですね。まあ、常温で、加水して飲むっていうのがまだいいのかなと思いましたけど、冷やすとちょっとネガティブ要素のみが残っちゃった感じがありますね。ごちそうさまでしたとりあえずこの角瓶いただきます。はい、結構ね口が慣れてきてからいろいろこうネガティブ要素を感じるってことは相当だとは思うんですよね。今日今結構飲んでますからね。でもこれ以上飲むとちょっと酔っ払うかなと思うんですが、最後にちょっと日本酒3連発いきたいと思います。はい、これね次はね直接いただいたわけじゃなくて、これはあの送ってきていただいたものです。はい、でもこれ1本でちょっとね動画を作るってなるとあれなので、
ちょっとダイジェスト的に紹介になっちゃいますが、多分これ、はい、日本酒ですよね。この中にウイスキー入ってるってことはないですよね。北谷福岡の銘酒って書いてます。これ一升瓶ですよね多分。よいしょ。あ、お手紙が入ってる。お手紙を読ませていただきます。いつも YouTube の動画を楽しくまた勉強しながら拝見させていただいております。その中にある届いたシリーズが特に面白く、知らなかった商品の情報や味わいがとても勉強になり、先日はその中で絶賛されていた朝倉も仕入れてみました。というのも私は福岡県八女市というところで、酒販店を営んでいるものです。酒屋さん、昔ながらの酒屋も随分と少なくなりました。業界を取り巻く状況は年々厳しくなりまして、今年は流行病のためこの春から、夏そして秋冬にかけてその影響は残ったままだと思います。八女市とは、県南に位置している小さな町ですが、当店の販売先のほとんどが料飲店で、厳しい中にもお付き合いをしてくださるお得意様がいらっしゃることで、どうにか商いを続けることができていますし、今後も続けていこうと思っています。そんな中、地元にしげますの高橋商店という蔵元があり、地元だけで販売されているしげ中という商品があります。これは吟醸酒の酒粕を原料に作られた焼酎おつ類です。国内では焼酎の分類でしょうが、世界的に見ればスピリッツの分類になると思います。これの原料を特別に当店だけで販売することになり、ぜひ試飲していただき率直な感想を聞かせていただければと思い、誠に失礼だとは思いましたが送らせていただきました。本来ウイスキーの話題が多いのですが、元来麦焼酎の朝倉も飲んでいらっしゃったので、同じ焼酎つながりのこの聖夜も、試飲していただけると信じております。聖夜、これ聖夜、あ、聖夜、なるほど。アルコール度数 37%、 1.8 リッターで2800円。まろやかな飲み口がいいと思います。ソーダ割りかロックをおすすめしております。なるほど。こちらはようやく梅雨が明けました。梅雨のない北海道は爽やかな夏をお迎えのことと思います。お忙しい中、体には十分お気をつけてお過ごしください。ますますのご活躍をご記念しております。はい、福岡県ですね、八女市の方からいただきました。ありがとうございます。なるほどなるほど。ちょっと変わってますよね。原材料が酒粕と米麹ってなってますよね。そして米ロックか、炭酸割りって言ってましたね。それちょっと両方やってみましょう。お、香りは爽やかですね。いただきます。あ、ストレートだとねちょっと、口に残るアルコール感っていうのはありますけど、爽やかでねフルーティーですね。すごい。決してね甘ったるくはないのでね、飲みやすいと思います。すごい。あ、これ裏にもね酒粕焼酎っていう風に書いてますね。次はねちょっとロックですね。ちょっと氷入れて冷やしてみましょう。これはねちょっと小さい氷入れて冷やす程度でいいんじゃないかなと思いますけど、甘みもちょうどいいので冷やすとちょっとこの甘みがなくなっちゃうんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうか。かなりドライですね。飲み口はねすごい爽やかですけど、あんまりこう余韻に尾を引かないのでさっぱりはしてます。相当、結構ドライに飲みたい人はこのロックがいいかなと思いました。次ちょっと炭酸でやってみます。
僕はでも初めて飲みました。かなりさっぱりした印象ですね。あさっきは先にこの、酒粕というか米ね、米のねフルーティーなニュアンスが、フレーバーがね最初に来てたんですけど、そして最後にドライなね苦味というかアルコール感っていうのが来てたんですけどね、炭酸にするとね全てが一緒に来ますね。すごい飲みやすいですね炭酸だと。ちょっとドライな苦味と米のフルーティーさが一緒に入ってくるので、一緒にこう余韻として抜けていく感じでね、これは美味しい。さっきのあの説明からするとここでしか買えないのかな。ぜひね気になった方はちょっとチェックしてみてください。はい、せいやですね。これは和食に合いますね。はい、続いてこちら、六種、これ青森ですね。青森のお酒、芋焼酎です。六種ね、結構ね量入ってて、これ900ミリも入ってるんですよね。原材料は長芋と麦麹、長芋が名産なんでしょうね。この六種って有名ですよね。でもね、はい、それでは早速いただいていきたいと思います。どうでしょうか。まあ芋焼酎ですからね。あ、そんなにねこう甘ったるい癖とかはないですね。香りからは感じられないです。どっちかというとフルーティーで爽やかな香りですね。いただきます。あーすごいね、澄んでますね。よくあの日本酒とかで水みたいな日本酒とかよく言うじゃないですか。あの感じです、まさに。すっごい飲みやすいです。一口がね、ちょっと多めにゴクンと言ってもね、あんまり抵抗のない感じで入ってきますね。甘みもかなり控えめですし、アルコールのネガティブな感じっていうのが全然ないのでね、僕今まで結構今日は飲んでますから、だからかもしれないですけど、あんまり感じられないですね。ちょっと氷で冷やしてみたいと思います。あ、冷やすとねちょっと芋っぽさが出てきましたね。逆にあーちょっと冷やすと苦味出るかな。余韻に苦味が出ましたね。もともと甘みがあんまりないので、そのわずかな甘みが消されちゃってね、苦味が出てくる感じだとは思います。これはねハイボールより水割りですね。はい、それでは水割りいってみたいと思います。あー水割りだとねほとんどちょっと個性っていうのがちょっとあんまりなくなっちゃうんですが、やっぱり香り、この飲んだ後に鼻に抜けていく香りがねしっかりこの芋なんですよね。でもやっぱり長芋使ってますから、相当爽やかな香りというかね、甘ったるさとか一切ないんですよね。これはね、これは料理に合う系です。はい、完全に。でもうちょっと濃くてもいいかなと思いますね。これはちょっと普通の量よりはちょっと多めに入れるとね、より味わいをしっかり感じれるんじゃないかなと思いますが、さっきロックにした時のねネガティブなちょっと苦味とかは水割りにすると全然感じないので、僕は水割り派ですね。これは、ちょっと量多いと少し苦味出てきましたけど、全然許容範囲です。水割り美味しいですね。はい、今日はね尺的にも最後にしようかなと思ってます。はい、最後はこちらです。旭川の、高砂酒造の純米大吟醸酒、旭カムイかなっていうものかなですね。
すいません、あんまりこう下調べ的なものをしてなくてね。720ミリ、よいしょ。すごい、これはね豪華ですよね。なんか、なんかもう箱がすごいですもん。アサヒカムイですね、合ってました。で、ちゃんと説明がちゃんとついてますね。アサヒカムイは絞りたての新酒を蔵の、氷温庫で貯蔵し、出荷の際に一度だけ火入れをした、氷温貯蔵酒です。氷温貯蔵酒、氷温で貯蔵することによりフレッシュで爽やかな味わいを保ちつつゆっくりと熟成します。水の結晶が天空より舞い降りるにつれ小さくも美しい氷のひとひらになるようにこの清酒は氷温に守られながら柔らかく旨味を増した清酒です。最後はファンタジーですね。高砂酒造というとですね、国士無双が有名ですね。あとは何か有名なのあったかな。まあいろいろ作ってるとは思うんですよね。確か名前よく聞きますからね。まあ僕も北海道ですからとりあえずそのままいただこうかなと思います。常温でね、少しでも触ってみると冷えてますね。なんか高そうですね。ほんとこんなね適当レビューでいいのかなと思っちゃいますけど。はい、やっぱりね、あんまりこう日本酒とかね焼酎はそこまで知識がねないのでね、あんまり喋れません。あんまり店でも扱ってないですからね。氷温貯蔵酒っていうのは初めてかな。言葉を聞いたのは初めてですね。あー、いい香り、すごいフルーティーですね。ちょっとむせ返るようなフルーティーさがありますけど、いただきます。あー、美味しい。これあー、甘ったるくないんですね、あんまりね。やっぱりフルーティーさって書いてあったのでそこですね。これはあんまりこう甘ったるくないので冷やさないでそのまま常温でね飲んでも十分だと思います。冷やすとね逆にこの、そこまで甘くない甘みがねなくなっちゃってネガティブな要素がもしかしたら出てくるかもしれないですね。あ、そうだ、はい、これね以前紹介した何ストーンでしたっけ。はい、これね、これ使いたいですね。少しこう温度を下げたいとき氷を使うと薄まっちゃうのでこういうねものを使うといいんじゃないかなとちょっと思いました。これにちょっとそのまま入れて少し温度を下げたいと思います。この石ね、ずっと冷凍庫に入ってたんですよ今。でこっちのグラスは常温です。でこれで少し温度が下がると思います。めちゃめちゃ冷たいですよこの石。もうすでにね温度結構下がってます。あー、少し温度下げるといいですね。常温よりも少し、これ下げすぎると良くないんじゃないかな。あとはね甘さ結構控えめなので熱燗とかでもいいかもしれないですね。いやー、今日はだいぶやりましたね。まだねそこに今とりあえず今日続けれるんなら紹介しようかなと準備したものが結構カウンターの上に乗っかってます。あれです、届いたものじゃなくて直接届けていただいたものです。はい、またね、紹介しようかなと思いますが、このロイズの生チョコ超うまいです。そんな感じで今日はちょっとざーっとねダイジェスト的に紹介しましたが、直接ね、
持ってきていただき、そしてあの店でね飲んでも行ってくださりありがとうございます。はい、それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォローを、サブチャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。